小児科の研修が終わった後には専門文科がいくつかあり、フェローシップを通して専門性を高めることができます。すべてのフェローシップは3年の期間となっています。血液学、腫瘍学のフェローシップは、この専門文科で主に行う治療は血液や固形がんの治療です。白血病やリンパ腫、腫瘍の治療などを行います。またがんではない疾患、血液の疾患を見ますが、それには釜状赤血球病などがあります。全てではないのですが、大体が外来診療が主となります。この分野に向いている小児科医は頭脳と心を持った小児科医です。彼らは患者の最も最悪な日、患者の親としての最も辛い日に同席しますし、また一方で最も最適な方法で治療を戦略的に行います。またこの専門分野は専門性が高いので、博士号の専門文科もたくさんあります。 ICU はほとんどが入院患者を見ることになります。ここで挙げられている専門文科と比べると入院患者はとても多いです。かなり重篤な患者を見ることになります。そして診断というよりは、症状を診断するというよりは、彼らを患者の状態を安定させるということに集中します。次の専門文科に専門家に引き継いでフォローアップできるようにサポートをします。また人工呼吸器が取り付けられている患者、昇圧剤で血液を安定させている薬を投与している患者を見ます。ここで扱う患者は急患が多いのですが、時には入退院を繰り返す患者を見ることもあります。例えば脳性麻痺を患っている患者は ICU を行ったり来たりします。出たり入ったりします。感染症の恐れがあるからです。ここの分野に向いている小児科医は生理学をマスターしている小児科医です。彼らは医学部時代に学んだ生理学を全て覚えており、目の前の人工呼吸器のに応用させます。そして楽しいことをすることが多いです。生理学の異常を治療し、そして次のレベルの治療のために患者を引き継ぐということをします。なので基本的な診断やフォローアップには関わりません。循環器科は最も強制性の高い専門科です。またそのセファローシップの後にもさらに細かい専門科があり、専門性を高めることができます。例えば電気生理学などです。またここでは多くの心臓移植を行います。多くの先天性の疾患を治療します。例えばファロー視聴症などの治療を行います。これらの先天性の治療を疾患の治療をするにあたり、胸部心臓外科医と密に協力して治療に取り組みます。時には段階を踏む手術を行います。例えば6ヶ月目に1つ目の手術、1年目に2つ目の手術というように段階を踏むのです。一般的に言って、ここの分野に進む小児科医は自分たちのことを万能な神と思っている傾向があるようです。複雑な生理学が好きで、物理学の知識披露をするのが好きな傾向にあるようです。